みなさんこんにちは。アーキテックスハウジングおうちで見学会です。北九州スタジオアシスタントの原田です。よろしくお願いいたします。本日ご案内していくのは、インスタでアイデア収集を極めた奥様と工夫上手なご主人が建てたアイデアコスパ最強のお家です。原田さん、今日はモデルハウスじゃないですね。そうです。前回同様、オーナー様のご自宅をルームツアーさせていただけるということで、しかも今回はオーナー様が声のみ今回ご出演いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年11月にお引き渡しをさせていただきまして、約7ヶ月ですかねぐらい経った現在の暮らしを聞いていきたいと思います。しかも担当ね、はい、当時あの原田さんが営業をされてた時に、はい、担当させていただいた方ということで、そうですね、お世話になりました。お世話になりました。こちらこそ。では早速ですね、見どころポイント3つお願いします。1つ目は、はい、玄関入ってすぐのファミリークローゼットです。おー、1回入ってですね。2つ目は、はい、キッチン横のマグネットの壁です。マグネットの壁、はい、おー、なるほど。で、3つ目は洗濯動線ですね。なかなかスキップフロアのウェーブで洗濯動線ってあんまり見ないんですけど。そう、作りづらかったんですけど。そうですよね。めっちゃ考え抜いて作りました。間取りのお打ち合わせの時すごい考えましたもん。そうそう、めっちゃくちゃ悩みましたよね、あの時ね。はい、こういうパターンどうですかとか言いながら、それを一緒にやったので、じゃあ早速ご案内していきましょう。はい、はい、行きましょう。レッツゴー。お願いします。お願いします。はい、建物とお土地情報をご案内していきます。今回こちらのお土地は約54坪のお土地となっております。駐車場の間口は 9.7 メーターございまして、奥行きが13メーターです。外壁はガルバリウムですね。最初がチャコールグレーで、誰もしてへん色にしようって言って、うん、って決めかけたけど、うん、モデルハウスを見て一目惚れして、もう即これになりましたね。実際建ってるの見たらやっぱ全然ちゃうかったから、これにして正解よね。正解ですね、うん、正解正解。いや、本当バルコニーとかもですね、変えましたもんね、色とか。これね、悩んだもんね。これもネットで一目惚れ。そう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 。で、外交のフェンスもお揃いだそうです。メーカーと色と合わせて、こっち側から見ると本当に統一感あるんですよね。そうそうそう、全く一緒で、ここ下に行くとアウトドアストッカーですね。こちらは3和3のシャッターになってます。今回内付け仕様にしております。オープン。ご主人の趣味の趣味ですね、ここは。え、ご主人の趣味部屋になってるんですか。趣味部屋兼物置です。物置すごい。ここのガレージは、広さが6畳はいありまして、天井高さは1900ですね。あの入り口の高さは構造上でっていうことですね。そうですね、構造上ちょっとここだけがですね、でも内付けにしてちょっとここが高くなったとか。はい、内付けにすることで見た目も全然違いますよね。そう、やっぱ中にして正解やんな、ここは。いや、正解だと本当良かったですね。これ雨の日でもですね、ここもちゃんと屋根ついてるから。そう、全然水も漏れてこないし。漏れてこないですよね、うん、全然あの、ね、ちょっとここにあの洗濯し、ここ引っ掛けて引っ掛けてそうそうそう、めっちゃ何でもできますね。本当に子供の制服とか、うん、その乾燥できひんから、はいはいはい、びちょびちょのままここに持ってきて、ここがちょっと返しがあるから、うん、そうですね、ここに全部引っ掛けて、そう、ね、風通しはいいから、この辺確かに。それで30分したら最近は乾くんで。確かにあれですよね、あと横側ではプロジェクターもこの前、こっち側の外壁、こっちの壁できるかなと思ってやったら映りました。ちゃんとあれですね、そうそうそう、持ち運びのやつでバーベキューしながら見るんですよね。そうそうそう、ここで結構くっきり夜は、うん、映りましたね。あともう一個触れときたいのがあれですよね。これご主人が作ったんですよ。浄化槽のコンプここにあるので、それを隠すためにご主人が DIY されて作ってます、カバーを。めっちゃかっこいい。でもいっぱいあるねんな、作ったやつ。そう、もうまだまだいっぱい。それが今回のタイトルにもあたってコスパ最強なんです。はい、ここはこれ奥様がインスタで調べに調べまくって、はい、もう絶対にこれって決めたやつで、うん、真鍮風のシールです。雨に濡れても大丈夫で、うん、踏んだりとかしてるけど全然へたってないな。で、飽きたら他のやつにも変えれるし、うん、これも貼るのは主人で。ああ、器用だな、本当に。玄関ドアは YKK さんのベナート D30 のお色味がマキアートパインです。
最初に出迎えてくれるのはこちらの可愛い可愛いエトワールちゃん。エトワールちゃん、これはもうめちゃくちゃ一目惚れでしたね。これもで、その奥にここが開口になってます。ちょっとでも広く見せるためにやっぱ開口欲しいってなって、うん、開口あるのとないのって全然違います。圧迫感が、ね、そう、もう圧迫感嫌やったんで、うん、もう全然向こうが見通せるっていうのがすごいいいし、うん、友達とか遊びに来てももうそこからひょこって顔出して入りって言えるからすごい楽なんですよ、見えるから、うん、確かに、ね、子供たちがよくそこでなんかバイバイとか言ってから、そう、お見送りそこで顔出してとかしてるから、やっぱ作ってよかったなって感じですね。右側がこのレースのカーテンがありまして、最初建具で引き戸、引き戸でで行く予定やったんですけど、多分引き戸も引かんよなってなって、うん、レースでっていう感じで隠してます。コストカット、うん、コストカットですね、してます。開けます。ここがこだわりポイント一つ目のファミリークローゼットにつながるところになってます。カーテン開けて入ったところ、右側にシューズクロークがございます。もしかして、もしかして、はい、もしかしますね、はい、これも、はい、板は自分で切ってつけました。このアイアンのバーもご主人の、なかなかあの艶消しの黒がなくて、とりあえずメッキのやつ買ってきて、それを勝手に塗りました。え、あ、塗ってるんですね。ちょっと羽織とかを引っ掛けて中入れたら楽かなっていうのでパイプをお願いしました。で、シュークロがあって、ファミクロがこうずっと置くのに、上着とか服とかも、そうそう、かけてここで脱いで家着に着替えて上がっていく、うん、そうですね。で、そのまま手を洗う、うん、その流れがもうできてるんです、うん。今回こちらの洗面もご夫婦こだわりの高さはやっぱもうマックス高く、マックス上げで結構高いですね。そう、ご夫婦ともに身長が高いんですよね。アイカのスタイリッシュカウンターですね、はい、ここも柄すごい可愛い、そうです、テイストが合ってますね、うん、床のこのフロアタイル、そう、そこをちょっと似せようと思って統一感あるようにしましたね。タイルもまた調べて、インスタ先生で、そうです、インスタ大先生ですもん。幅もすごいこだわりましたよね。そうそう、横もやっぱり実家がこれぐらい長いんで、横がうちも姉妹で2人で立った時に2人で化粧とかすると全然苦じゃなくて、だからここはもう似たような感じで長くしたいっていうことでこのサイズになりました、うん、この縦具もまた可愛いんですよ、可愛いんですよ。レールもなくして下は掃除もしやすく、その下も見切りがあると、せっかく上吊りにしたのに下が掃除機でガタガタってなるのがちょっとあれだったんで、もうなんならなくていいやって、なしにしたら全然なしはなしでよかったなって。1回はルンバが、そうです、そうです、そうです、するんですよね。そうです、そうです、もう掃除ロボットがもうピーだけして出かけますね。なるほど、ここもここだ、ご主人が出ていただいて、いけいけ出番や。ただも寸法を出して自分で作りました。ネジを一切使ってない木だけで組み上げたんですね。え、すごくないですか、職人さん。作業台っていうんですかね、欲しいってなってこうなりましたね。で、下がその点検口があるから、はいはい、点検口を避けて、そうそう、なんかいい感じに適当でって言ったらこうなりました。しかも洗濯機隣で収納ここだからめっちゃ楽じゃないですか。そうですね、ここ下着だけですね、とりあえずそこ、うん、家族の下着とか、ね、そう、タオルとかはそっちで、だから出来上がったやつを全部その作業台にみんな個人のやつをボンボンボンと置いてって、みんなそれぞれ直してねみたいな感じで。そしてもう一個ですよね、ご主人。もう一個あるんですよ、はい、もうこれみんな驚き、あのスタッフもみんな驚き。これはだな、これ本当に自作です。全然ないんですよ、うちのこの家のこのサイズにあったのが。あってもカーブのとこが、うん、節がついてるやつで、そう、一体感がないっていうか、一本でできてないっていうのがちょっとネックで、はい、ちょっと一回作ってみるっていうかな、はい、いやいや、まあまあもういいよって、もういいよ、はいはいって言ってたら、全然十分でしたっていう感じでしたね。曲げたもんな。曲げた？とカーブを自分で曲げてカーブにしてるっていう感じですね。そうですね、もう見どころ満載ですね、一回だけで。うん、もう本当に。見どころポイント、3つ目のところですね。うん、洗濯終わってここを畳んでそのまま収納収納っていう洗濯動線がここで、ファミリークローゼットもさっき通ってきたこの直線のところにあるから、もう本当近いからすごい時短になりますね、うん、企画住宅の B のでこの動線っていうのがすごいですよね、うん、初めて見ました。なんか多分洗面と脱衣が一緒っていうところが結構多くて、うん、そう、でも実家がその洗面脱衣一緒で、うん、でいとこのお兄ちゃんとか来た時に、はい、その
お風呂入ってたら歯磨きできないとかっていうのがあったから、うちも上が女の子で下が男の子やしっていうので、もう絶対別々にしようっていうことで分けた結果がこんな感じですね、うん、素晴らしいです素晴らしいです、よかった、はい、すみません、はい、ありがとうございます。次こっち側ですね、右側に行くとお手洗いになってます。はい、あー、グレーっぽくしたくって、うんうんうん、でグレーにしてトイレットペーパーを入れるニッチも欲しくって、うんうん、コストコのトイレットペーパーが入るようにっていう感じで奥行きは決めましたね。なるほど。このニッチもインスタで見せていただきましたよね。すっきりしてていいなと思って、うん、でこれになりました。この照明のこのふわっていう出てる感じも、これも影がやっぱり可愛くて、うんうんうん、ヘリンボーンは木じゃない、どっかに絶対ヘリンボーンは入れたいなって言ってて、うん、インテリアコーディネーター様々の、そうそう、インテリアコーディネーター様々、あかりちゃんですね、うん、あかりちゃん。そしてじゃあ、はい、続いてはじゃあ失礼します。おー、あ、すごい、あ、見えちゃったプロジェクター、あー、そうそう、あれを持ってって外にっていう感じです。置き方、あ、でもここで休みの時とか見てるんで、うん、確かにここに白い壁があるから、うん、ここで映してですね、プロジェクター映して、そうそうそう、アウトドアストッカーに出るドアもなくして、そう、最初つけてますもんね、 そう、それもなくしたんですよ。結局プロジェクターでドアがあったら、うん、そう、邪魔になるからっていうのと、うん、あとなんか虫が入ってきても嫌だなとか、うん、あと冷たい冷気が入ってきても嫌やしっていうことでなくしましたね、うんうん、それでは 1.5 階のリビングに行きます、はい、リビングですね、はい、リビングです。今回リビングが14畳の広さとなっております。セカンドリビングとつながっている空間なので、ここがやっぱりスキップフロアのいいところ、広く感じる空間です。こちらがバルコニーですね。ここであれですよね、この前来た時はシーツを干されてます。あ、そう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 すごい乾きやすそう、風が結構重要な、それもだいぶあの言い合いましたよ、どうするああするみたいな、位置も、そう、位置もめっちゃ一番のメイン、ここが一番、うちらはこれを絶対採用したいって言って、リビングを大きくしてるか、そう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 、初めましてしたのが、あ、ローファー、あのローファーで、はい、そこの家がこの大きい窓採用してて、絶対これするって言って、いろんなオプションを断念してたんですよね。これは絶対死守したいって言って、広く見せるには大きい窓、これは本当にやってよかった。やっぱり窓って大事。そうなんです、ほんまに窓は大事、もう何回でも言うけど窓ってほんま大事、うん、外からそのこの辺近所の人がなんか今日うちがその家にいてるかなって結構見たりするらしいんですよ、だけど見えないって言ってました、多分窓の反射で見えないし、中からはすごい見えるけど外からは見えてないらしいんで、やっぱ大きく窓してて正解やなと思って。エアコンってあそこの、あの1台だけですね。ちょっとでも馬力が大きいやつにしたけども、まだ夏来てないんで、今年の夏でエアコンがどんぐらい効くかっていう感じですね。冬は全然越せました。1台で、もう1台で全然大丈夫でしたね。ほぼ使ってないぐらいですね、やっぱ気密性がいいんで。そうそうそう、ほんまに寒かった時だけ、あとはあのヒーターをリビングに置いてたら、公務の山ちゃんが来た時も階段の半分ぐらいから、なんかここあったかいですけど暖房つけてないですねって言われて、で目の前に置いてたヒーターだけですよって言ったら、え、それでこんなあったかいんですかって言ってたから、極寒以外の日はもうヒーターだけで行けましたね。キッチンもね、はい、ニッチがあったり、ニッチの高さもテーブルに合わせてっていう感じで、あんまり差ができないように、コンセントもついてるから、そうですね、そこもグレーのやつで、ホットプレートとかタコパする時とかはもうあそこにつないでっていう感じですね、そして、あ、色合わせました、そこ、そうですね、ここ一緒です、一緒です、本当インターホンは買いましたね。そうです、ピンポンなってここで降りずに行けるっていう、みんなに勧めたい。みんなに勧めたい。そう、遠隔もやっぱ全然
違うんで階段をこう毎回降りないといけないっていうのこれで解消されますよね。そう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 押したら開くよとか閉まるよみたいに言うと、うん、って言われるな、そうそう外にいてんのにインターホンから声がしてて、うん、どういうことみたいな感じで言われるんですけど、でも荷物を受け取って肘で押せるっていうのが肘で押せる位置でって言って立って肘を伸ばした位置がそのインターフェースの位置なんですよ。2期生の方触れちゃいましたけど、はい、そこが2つ目のポイントのところですね。ここはマグネットボードになっております。オーナー様のご自宅にご見学行った時です。で同じウェーブの方でちょうどキッチンの横に採用されてたのか、ね、全くそっちの方が記憶にないかも。それで奥さんがもう絶対これするってなったの。あ、そうやったっけ。冷蔵庫の表面にマグネットできると思ったら横タイプやったんで、じゃあもうこっちにしちゃおうっていうことで目線に合うように全部測ってちょっと高めに設定して、マグネットボード入れるとその壁紙がちょっとポコッとこう浮いてるように見えますって言ってたけど全然浮いてないし、確かに、うん、綺麗に貼ってもらってよかったですね。ここのね時計もそう、これが一番最後に来ましたね。もうめちゃくちゃ調べまくった結果可愛いんですよ。探しますよね本当ネットでいっぱい、めっちゃ探したんでこれは上手、本当探すのが。でキッチン、これも結構こだわったところやな、はい、奥行きだいたいカップボードは45センチとかが多いんですけど、うん、IKEA は65センチがあったんで、うん、炊飯器置いて目の前にお茶碗置けるっていう、あ45センチやったら炊飯器置いたら多分もうそこで板が終わっちゃうんで、うん、ちょっと置けない前にっていうのがあったんでちょっとやっぱ65で、しかも収納も増えるし奥行きがある分、うん、キッチンも高くしましたよね。しましたしました。900ですよね。そうですそうです。旦那も料理するんで、そう、だからもう美味しかったです食べてる人がいるから、そうそうまたしましょうまたしましょう、また来たいって思った。そうそう美味しかったですぜひぜひまたしよう。ご主人料理上手なよなと、すごい、冷蔵庫がこっち側にあるっていうのも大きいですよね。あ、冷蔵庫もしだからこっちにしたんですよ。最初パントリーこっちやったの、冷蔵庫のとこやったんですよ。お茶忘れたから取りに行くってなった時に自分がキッチン立ってて誰か入ってきたら通りにくいっていうので、はい、パントリーはまあ奥にして、うんうん、手前冷蔵庫やったら中に入ってこないかな、うん、すっきりしてていいかなっていうのでもうこっちに冷蔵庫、これはレールだけお願いして、はい、あとは自分で測って切って、うん、取り付けて、うん、ここもコスト削減の一つです ね。棚とかは本当に、じゃあセカンドリビングですね。1畳の収納があります。ここにはお布団とか直されてる感じですかね、うん、難度の中に電気をつけるの忘れたんですよ、うん、なんかいろいろ探し物するときに暗いんですよね、うん、なんですけどそれも楽天でなんかピタってくっつくライト人感のやつをつけてどうにかしのいでるって感じですねでお隣セカンドリビングがプレイルームという、そうですね、おもちゃを置いたり子供たちがゲームしたりテレビ見たりっていう感じですね。来たよ、案内お願いします。案内お願いします。遊んだり、本読んだり、すごい。そうそう。ねえ、おもちゃいっぱい。うん、いつも遊んでるね。ここが、広さが6畳になりますね。大きなフィックス窓があって、この自然光がしっかり入ってきてるので。明るい、そう。今回セカンドリビングにもお手洗いつけました。中はもう全任せしたっていう場所ですね全任せもう好きにしていいよっていうことで全任せしました。トイトレ中なんで、あのトイレが間に合わないっていう時にここにさっと行けるんで、あスキップフロアだったらまた1階まで行くっていうのもあるし、そうそうそうなんですよ。2個あるのはすごいいいことですね。そうそうそう、お部屋紹介してくれる、最後行こうか。テーブルとか机とか揃ってないんですけど、うん、今まだ宿題とかリビングでするん で、 そうです、ね、そうだから今買ったとてっていう感じな。ただその教科書とか収納できるボックスだけはもうとりあえず買っとこうと思って、収納はなくしてもう全部オープンにしましたね。あと中も見てほしい、中も見てほしい、そこも紹介してくれるとかわいいね、いっぱい持って、これからねまた大きくなったらね自分 の好きな荷物とかね、そうですね、そうそうそう、ここもあれですよね、窓をちょっと窓上の、そう、公開ポイント上にも大きいフィックスをつけてたらよかったと思ってちょっと後悔ですかね、うん、だから下見に来るのも大事と思いましたね、うん、作ってる段階で、はい、ここが日が当たるんやとかを
やっぱ結構見て窓って決めた方がいいんやなっていうのはすごい思いましたね。だからすごい棟梁にここって風の通りとかどんなんですかとか、そうめっちゃ聞きまくって行ったらなんかちょっとあれかなとか思わずやっぱガンガン行くべきでしたね、いや聞いて行くべき、後悔したくないんで、まあ、でも結局そこはもう気づくのが遅かったね、仕方がない、住んでから思ったとこなんで、これからお家作りされる方の参考にしていただきたい、そう窓の計画、ね、いや大事です。実際約7ヶ月住んでみて、今のお暮らしってどうですか？仕事から帰ってきて本当にこうリラックス、気を体を休めれるところって感じですね。ご主人ただいまって言って帰りたいって、あ、そう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 、育てを立てたらお家にただいまっていう、自分のお家にね、そうそうそう、憧れっていうね、そうそうそう、夢のマイホーム、機会にいて最高ですね。最高、ありがとうございます。あとはアーキテックスでこれからお家作り検討される方とかにも向けて何かあれば、ウェーブのことでなんか分からんこととかあったら全然見に来てもらう、あ、そうそうそう自分も実際住んでる人に話も聞きたかったし、見にも行きたかったし、やっぱ実際行って見るのが写真じゃ伝わらんからやっぱ行くべきやなって思いましたね、うちは全然ウェルカムです。ウェルカムです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとは初 YouTube 出演緊張しました緊張しました、緊張しました、本領発揮できひんかった本当にもう参考になるところばっかりのちゃんとリアルな声が聞けて、私たちはすごい楽しかったですね。本当にありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。自分で担当させていただいた、そういや、くるみちゃんでよかった、ほんまにこちらこそですよ遊びに来てください、はい、遊びに来ます、待ってます、バーベキューとお聞きしておりますずーずーしくめまたお酒持参でお願いします、はい、ありがとうございます、お願いします。アーキテックスでは皆様のお家作りをお手伝いしております。完成見学会やモデルハウスも随時開催しておりますので、ぜひ一度お越しください。またこの動画がいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。お願いします、はい、お願いします。それではまたお会いしましょう。次回もお楽しみに。ありがとうございました。はい、今日の運動会ちょっと遅れたけど頑張れて、頑張れた、いや素晴らしい、すごいねえ、ねえ、最高、あと思い出くれてよかったねえ、ほんと、ねえ、小学校の運動会か、ねえ、天気も良かったしね、今日は三つ編みをお手伝いしてもらってます、うん、いいね。